エジュは、エジュ2遺伝子に高度される、ヒストンメチルトランスフェラーゼである。ヒストンのメチル化を行い、最終的には転写の抑制に関与する。エジュ2は保因子として、S、アデノシル L メチオニンを利用して、ヒストン H3 のリジュン二27番へのメチル元の負荷を触媒する。エジュニのメチル化活性は、ヘテロクロマチン形成を促進し、それによって遺伝子の機能を、 サイレンシングする。エジニによる染色体のヘテロクロマチンのリモデリングは有意と分裂時にも必要となる。エジニは PRC2 のメチル化活性を担う構成要素であり、PRC2 は発生と分化の調節を担う遺伝子のエピジェネティック状態を維持することで正常な肺発生を担う。PRC2 には他にも最適な機能のために必要なタンパク質が含まれている。 エジュニの変異や過剰発言は多くの癌と関連付けられている。エジュニは癌の発生の抑制を担う遺伝子を阻害するため、エジュニ活性の阻止によって、腫瘍の成長が遅くなる可能性がある。エジュニは乳癌、前立腺癌、悪性黒色腫、膀胱癌を含む複数の癌でアップレギュレーションされているため、抗癌剤の阻害標的となっている。また、 エジュニー電子の変異は、気象先天性疾患である、ウィーバー症候群と関係しており、エジュニーは、毛細血管拡張性運動失調症の神経変性症状にも関与している。エジュニーは PRC2 の触媒サブユニットである。エジュニーの触媒活性は、少なくとも、他の2つの PRC2 構成要素、スーズ12と、イドとの複合体形成に依存している。エジュニーは、 ヒストンメチルトランスフェラーゼであり、エジュ2の主な機能は、ヒストン H3 のリジン二27番のメチル化である。エジュ2は保因エ S、アデノシルエルメチオニンから、メチル元を転移する。エジュ2は、H3K27 のものから、自、トリメチル化が可能であり、増血、発生、細胞分化における転写調節など、様々な生物学的機能と関係している。近年の研究では、 エジュにはヒストン以外のタンパク質のメチル化も可能であることが示唆されている。エジュには PRC2 の一部として H3K27 のトリメチル化を触媒する。H3K27Me3 はヒストンコードの一部として特徴付けられているヒストン就職である。ヒストンコードはヒストンタンパク質のメチル化、アセチル化、ユビキチン化などの化学就職が 遺伝子の転写のエピジェネティックな調節に、それぞれ特有の役割を果たしているという仮説である。エジュニを介した H3K27Me3 の触媒は、長期の転写抑制と関係している。エジュニは、他のポリコーム群タンパク質と同様に、細胞分裂を通して遺伝子の抑制を確立し、維持する過程に関与している。この転写抑制状態は、PRC に、 エジュニードを介した H3K27 のメチル化と、その後に、クロマチン凝縮とヘテロクロマチン形成を促進する PRC1 のリクルートによって確立されると考えられている。ヘテロクロマチンは固くパッキングされたクロマチンであり、DNA への転写装置のアクセスを制限することで、転写を抑制する。細胞分裂の過程では、 ヘテロクロマチンの形成は適切な染色体分離のために必要である。PRC2、イドエジュニ複合体は DNA メチルトランスフェラーゼのリクルートにも関与している可能性があり、他のエピジェネティックな転写抑制機構である DNA メチル化の増加をもたらす。エジュニを介した転写抑制の標的として同定されている具体的な遺伝子としてはハキサ9、ホックスク八。 MYT1-CDKN2A レチノイン酸標的遺伝子がある。ガンにおいては、エジュには PRC に非依存的に転写の活性化に関与している可能性がある。乳がん細胞では、エジュには n f パ b 標的遺伝子を活性化することが示されている。この活性の機能的役割とその機構については未解明である。エジュには、 発生に必要不可欠な役割を果たす。特に、エジュニは、細胞分化を調節する、遺伝子の転写抑制の制御を助ける。肺生間細胞では、発生遺伝子を含む領域でのエジュニを介したエイジ 3K27 のトリメチル化は、正常な細胞分化の維持に重要であるようである。また、エイジ 3K27Me3 は、メスの発生時に、X 染色体の一方を、 サイレンシングする X 染色体の不活性化の駆動にも重要である。X 染色体の不活性化時には、エジュニア H3K27 のトリメチル化によってヘテロクロマチン形成の開始に関与しており、サイレンシング状態の維持には他のヒストンメチルトランスフェラーゼや他のヒストン就職も関係している可能性があると考えられている。さらに、 エジュニは B 細胞と T 細胞の発生と分化に関与する必須のタンパク質としても同定されている。H3K27Me3 は分化を促進する遺伝子の抑制に関与しており、そのためエジュニは B 細胞と T 細胞を未分化状態に維持し、増血の調節に重要な役割を果たす。エジュニの活性はセリンスレオニン残機のリン酸化による 翻訳ご就職によって調節されている。具体的には T350 のリン酸化はエジュニ活性の増加と関連付けられており、一方 T492 と S21 のリン酸化はエジュニ活性の低下と関連付けられている。T492 のリン酸化はエジュニと PRC に複合体中の結合パートナーとの間の接触を阻害し、 その触媒活性を妨げることが示唆されている。リン酸化に加えて、PRC2、エジュニードの活性は、H3K27 のアセチル化や H3K36 のメチル化などの転写活性化質と収縮と、拮抗することが示されている。エジュニの機能は、PRC2 複合体へのリクルートに高度に依存している。特に、イドと、スーズ12は、エジュニと、 ヒストン機質との相互作用の安定化に必要である。近年、人では、エジュニは2つのアイソフォームが、選択的スプライシングによって形成されることが、明らかにされている。各極材化シグナル、イドと、スズ12への結合部位、保存された、セットドメインといった、エジュニの機能に、重要なエレメントは、どちらのアイソフォームにも含まれている。これまでほとんどの研究は、 長いアイソフォームであるエジュニアルファに焦点を当てていたが、エクソン4と8を書くエジュニベータにも活性があることが示されている。さらに、p r c にエジュニベータ複合体は、p r c にエジュニアルファとは異なる遺伝子に作用し、各アイソフォームがそれぞれ特異的な遺伝子セットに作用している可能性が示唆される。また、エジュニは、 高度にアップレギュレーションされている場合、PRC2 との結合に依存せずに、リジンのメチル化を行う可能性がある。リジンの末端のアンモニウム元は、最大3回メチル化される。生物学においては、メチル化は、典型的には酵素によって触媒され、メチル元は、タンパク質、または、核酸のいずれかに付加される。エジュニによって触媒されるメチル化反応では、 ヒストン H3 のリジン残機がメチル化される。このアミノ酸の末端のアンモニウム元は最大3回メチル化することができる。こうしたメチル化リジンは哺乳類の遺伝子発現の制御に重要であり、ヘテロクロマチン形成、X 染色体の不活性化、転写調節に機能する。哺乳類の染色体ではヒストンのリジンのメチル化は、 部位に応じて遺伝子発現の活性化または抑制のいずれかを行う。近年の研究からは、エジュニ複合体のサイレンシング機能の少なくとも一部は、ヒストン H3 の理順27番残機のメチル化によるものであることが示されている。メチル化就職はヒストンへのタンパク質の結合に影響を与え、転写を活性化または阻害する。エジュニとヒトセット7、9の セットドメインのスタンプアラインメント。結合したサムが赤、リジンが青で示されている。エジュにはリジンメチルトランスフェラーゼ、セットドメインファミリーのメンバーであり、基質タンパク質のリジン即座にメチル元を付加する。セットメチルトランスフェラーゼはホインシエスアデノシルメチオニンに依存しており、サムはメチル元の共有体として作用する。セットドメインタンパク質は 気質とサムが酵素の活性部位にそれぞれ反対側から結合する点で、他のサム依存的メチルトランスフェラーゼとは異なる。この気質と補い因子の配合によって、気質との結合を壊すことなく、サムが乖りすることが可能となり、気質を乖りすることなく複数回のリジンメチル化を行うことが可能となる。エジュ2に、気質やサムが結合した結晶構造は決定されていないが、 ヒトセット7、Q メチルトランスフェラーゼとのスタンプによるアラインメントからは、エジュ2の推定活性部位には保存されたチロシン残機が、ほぼ同一な位置に存在していることが示されている。エジュ2とヒトセット7、Q の活性部位残機のスタンプアラインメントエジュ2の活性部位の Y726 は以前は、気質のリジンを脱げプロトン化する、一般塩基として作用することが示唆されていたが、 速度論的同位体効果からは、活性部位の残機は、メチル規定位反応の化学に直接的には関与していないことが示されている。代わりに、これらの実験からは、活性部位残機は、気質の離人残機の負荷を低下させ、同時に、水分子が活性部位内の離人即座にアクセスするチャネルを提供するという機構が指示される。その後、バルク溶媒の水分子は、容易に、 リジン即差を脱げプロトン化して活性化し、SN に様反応によるサムホインシエの嗅覚攻撃によって、サムからリジン即差へのメチル元の転移を引き起こす。エジュニの推定触媒機構エジュニは、主に H3K27 のモノメチル化とジメチル化を触媒するが、臨床的関連のある Y641 回変異によって高い H3K27 トリメチル化活性がもたらされる。 Y641 からのヒドロキシル元の除去によって立体障害がなくなり、気質のリジンへの三つ目のメチル元の収容が可能となることが提唱されている。エジュ2は、癌細胞の分裂と増殖を助けるため、抗がん剤治療の魅力的な標的である。エジュ2は、乳がん、前立腺がん、膀胱がん、子宮がん、腎臓がん、 悪性黒色種や悪性リンパ種を含む広範囲の癌において正常細胞よりも多量に存在することが知られている。エジュ2は遺伝子発現の抑制因子であるため過剰発現時には通常発現している多くの癌、抑制遺伝子が抑制される。エジュ2の機能の阻害によって癌抑制遺伝子がサイレンシングされなくなるため、悪性腫瘍が縮小することが一部の症例では、 報告されている。エジュニは、健康な成人では通常発現しておらず、胎児の発生時など、活発に分裂している細胞にのみ存在する。こうした特性のため、エジュニの過剰発言は、癌や一部の神経変性疾患の診断マーカーとして利用可能である。しかしながら、エジュニの過剰発言が、疾患の原因であるのか、それとも単に他の要因による結果であるのかを、 判断することが難しい症例が存在する。もしエジュニの過剰発言が結果に過ぎない場合、エジュニの阻害を標的とすることは、疾患の治癒にはつながらない。エジュニが関与する癌経路の一つは、RBE2 回経路である。エジュニは RBE2 回経路の下流に位置し、この経路からのシグナルは、エジュニの過剰発言を引き起こす。エジュニの他の重要な特徴は、 過剰発現している場合、PRC を形成することなく遺伝子を活性化することができるという点である。このことは、酵素のメチル化活性が複合体形成を返さないため問題となる。乳がん細胞では、エジュには細胞増殖と生存を促進する遺伝子を活性化する。また、WNT シグナル経路の因子と相互作用することで CMIC や サイクリン D1 などの調節遺伝子の活性化も行う。重要なことに、セットドメインの Y641 が多数の異なるアミノ酸へ変異していることは一部の B 細胞リンパッシュに一般的な特徴である。エジュ2の阻害剤。a b c d e f エジュ2の阻害剤の開発とそれによる癌抑制遺伝子の望まないヒストンメチル化の防止は癌研究の有望な領域である。 エジュニの阻害剤の開発は、タンパク質のセットドメインの活性部位を標的としたものに焦点が当てられている。2015年時点で、サンデアザネプラノシン A、イップスレーレ5687、A1、GSK126、アンク1999といった、いくつかのエジュニ阻害剤が開発されている。ジネプは、乳癌と大腸癌の細胞で、エジュニのレベルを低下させて、 アポトーシスを誘導するため、抗ウイルス、抗ガン作用を有する可能性がある。ジネプはエース、アデノシルエル、ホモシステインの加水分解を阻害する、すべてのタンパク質メチルトランスフェラー税に対する反応産物ベースの阻害剤である。ジネプは、その細胞内濃度の上昇を引き起こすことで、エジニを阻害するが、エジニに対して特異的ではないため、 他の DNA メチルトランスフェラーゼなども阻害する。2012年、エピザイム社は、ジネプよりも選択性の高い、S、アデノシルエルメチオニン競合型阻害剤、IPs005687 を発表した。この薬剤は、エジュ1と比較して、エジュ2に対する、選択性が50倍高い。薬剤は、酵素のセットドメインの活性部位に結合することで、エジュ2の活性を遮断する。 イプスレーレ5687は、エジュニの Y641 や A677 の変異体も阻害することができるため、非保持ンリンパ腫の治療への適用の可能性がある。2013年、エピザイム社は、他のエジュニ阻害剤タゼメトスタットの B 細胞リンパ腫の患者に対するダイヤやリン症、試験を開始した。2020年、タゼメトスタットは、転移性、または、 局所進行性の類乗皮肉種の治療に対して FDA の承認を受け、その年には再発性包性リンパ種に対する承認も行われた。シネフンギンは他のサム競合的阻害剤であるがジネプ同様エジュニに対する得意性はない。メチルトランスフェラーゼの保因種結合ポケットに結合することで作用し、メチル元の転移を防ぐ。A1 は ノバルティス社によって開発された、阻害剤で、Y641 変異型細胞も含め、リンパ種細胞で、エジュに阻害活性を示す。この阻害剤の作用基準も、サムのエジュにへの結合に対する競合である。GSK126 は、グラクソスミスクライン社によって開発された強力なサム、競合型エジュに阻害剤で、エジュ1と比較して150倍の選択性があり、 機は 0.53nm である。アンク1999は GSK126 のアナログとして開発され、蛍光投与で活性を示す最初のエジュに阻害剤である。しかしながら GSK126 と比較して選択性は低く、エジュ1にも同様に結合するため、オフターゲット効果の可能性が高くなっている。一時治療が走行しなくなった際の治療法として、 併用療法が研究されている。トポイソメラーゼの阻害剤であるエトポシドは、エジュニ阻害剤を併用した際に、BRG1 とイーグフルに変異を有する非小細胞性肺がんに対する効果が高まる。しかしながら、エジュニとリジンメチルカは、使用抑制作用を持つ場合もあるため、エジュニの阻害がすべての症例に対して有効なわけではない可能性がある。 エジュニー遺伝子の変異は、ウィーバー症候群と関連付けられている。ウィーバー症候群は、骨原例の促進、オート症、両目隔離症によって特徴付けられる、希少疾患である。ウィーバー症候群と診断された患者では、エジュニーの活性部位のヒスチジン残期が、チロシンに変異している。この変異は、保因子の結合を阻害し、タンパク質の正常な機能は失われている、可能性が高い。 エジュ2のホモログの遺伝子系統樹。この系統樹は、アンセンブルデータベース中の587のエジュ2、遺伝子とその生物種を用いて作成されている。エンハンサーオブゼストはもともと黄色症状場へ、ドロサーフィラモラノガスターで同定され、その後に哺乳類ホモログが同定されて、エジュ1、エジュ2と命名された。エジュ2は、進化を通じて、高度に保存されている。 エジュニとそのホモログは、植物、昆虫、魚類、そして哺乳類で、発生、細胞分化、細胞分裂に必要不可欠な役割を果たしている。系統樹では、様々な生物種におけるエジュニの分布が示されている。ありがとうございます。